去年から行われている訓練には、県職員や社会福祉協議会の職員らおよそ70人が出席しました。災害ボランティアセンターとは、災害時に被災地に設置される拠点で、被災者からのニーズの把握やボランティアとのマッチングを行います。香川県では、市や町の社会福祉協議会が中心となり運営しますが、2017年に起きた台風の雨による多度津町の被害を最後に設置されていません。今日は実際に被災地での支援活動に携わってきた講師から、行政と社会福祉協議会、NPO などが連携するために、日頃から対等な関係を保つ必要性などを学びました。社協だけでは災害ボランティアセンター職員が足りないということも多いので、いろんな方とネットワークを築いたり協定を結んだりして、サイボラが立ち上がるような体制を整えていくことがとても大切だと思いました。